AKB48 劇場、AKB48 劇場、AKB48 シアターは、東京都千代田区外神田、秋葉原電気街のドンキホーテ秋葉原店8階に、所在する AKB48 専用のライブハウスである。愛に行けるアイドルというコンセプトを体現した、AKB48 の活動拠点である。2005年12月8日に、デビュー公演が行われた。 本劇場は AKB48 の公演でのみ運用されているが AKB48 姉妹グループの出張公演が開催されることもある。2009年8月から2012年3月の間は SDN48 と共用していた。本劇場の竣工は2005年であるが劇場施設そのものは AKB48 グループでは大阪市南波の NMB48 劇場。 1999年春工の旧ベース吉本2011年改装開業の方が古い。外神田4丁目交差点前の旧南電機館秋葉原本店ビル8階に立地する。信号を挟んだ端向かいは住友不動産秋葉原ビル。地下鉄末広町駅一番出口から南へ200メートル、JR 秋葉原駅電機街口からは320メートル程度である。 この場所は通称秋葉原の範囲内であり、付近に従来から電子機器や家電の販売店、パソコンヨップが多いほか、アニメグッズ専門店やメイド喫茶などオタク系、美少女萌え系の店も多い。アイドルは時代の一番エネルギーのある場所から生まれるという秋元康氏の考えからオタク系、萌え系で若者のエネルギーにあふれた秋葉原が候補に上がった。 秋葉原で開かれるアイドルの握手会、撮影会には多くの若者が集まる。新人アイドルの熱狂的なファンを作るには最適な立地であるというのが理由である。劇場の天井には照明をはじめとして多くの機材を吊り下げる必要があり、そのためにはある程度の天井庫が求められる。候補に上がった他の物件は天井庫に何があった 最終的に適した天井高と衝撃場としては203坪、670メートルという十分な広さを持つ建物として、ドンキホーテ秋葉原店の8階が選ばれた。加えて、この建物はエスカレータ等の上部階への輸送能力が低く、上部階でのドンキホーテとして営業しても収益が得にくいフロアであり、ドンキホーテ側としても、 別のスタイルの案した収益が得られるてなんと誘致したいという目論みがあり、当時ドンキホーテ社長だった安田隆夫と秋元のトップ会談により、この場所への出展が決定された。定員は250名である。一席は145席。椅子は6人が毛の長い椅子。残りの105席は立ち見となる。劇場の最後部には、階段上の台、通称、 お立ち台が設置されている。この台に乗ると最後部でもステージが見やすくなる。ステージと客席は非常に接近している。最前列の客席からステージまではおよそ2メートルで、身を乗り出せば、ステージ上のメンバーに手が届くほどの距離である。狭い劇場であることから、最後尾の立ち席であってもコンサートホールのアリーナ特、S 席並みの近さである。構造は、ライブハウスに似る。 ステージ後方には回転式の壁が10枚ある。そのうち、上手、下手側のそれぞれ2枚が開閉可能な黒のブラインドとなっており、それ以外の6枚は裏が鏡となっている。鏡の前にはパネルをはめ込むことができる。シアターの女神公演等、今日を使用する公演では、開演前にインターネット中継に観客が鏡を通じて映り込むことがある胸の周知がなさる。 中央の2枚の表には照明器具が埋め込まれている。出演メンバーは曲目によりどんでん返しから到退場をすることもある。劇場内前方には左右に大きな柱が2本ある。耐震構造の観点からこの柱は不可欠なため撤去されずに残っている。柱によってステージが左側1、4、中央2、4、右側1、4の3つに分断されている。 そのため、最前列を除くと、客席のどの位置からもステージ全体を一望することができない。この柱の内側の面は寒暖の主張となる柱を少しでも目立たなくするための工夫として鏡張りとなっている。この2本の柱は、AKB48 の公式ファイクラブだった柱の会と2011年12月に発足した新たな公式ファンクラブ。 日本柱の会の名称の由来ともなっている。また、両方の柱の中央付近にピンク色のテープが横に貼られており、1周年ごとに1本ずつ増やしている活動歴を表すサービスストライプ。2013年12月8日で8本目、2015年の同日に10本目のテープが貼られた。AKB48 のファンコミュニティでは、個々のメンバーごとに、 公演中に舞台をメンバーが、このように動くから、客席のこの位置にいれば、なるべく柱の邪魔をされずに、目当てのメンバーパフォーマンスが見られるといった情報、ポジションというが共有されている。競り、迫りとは、ステージの床が競り上がってくる気候のこと、油圧を用いる。競り出しとも言う。ステージ上は、奥行き方向に3分割、間口方向に4分割され、 それぞれ独立して 150mm 刻みで 750mm まで競り上がるようになっている。上手と下手の花道にも一基ずつ設置されており、合計14箇所の床が上下する。劇場の天井には48個のムービングライトが吊るされている。その他の照明器具を加えると100個以上の照明器具が所狭しと吊るされている。ステージ中央の天井には ミラーボールも設置されている。250席程度の衝撃場において48個ものムービングライトは日本国内では有数の規模である。業務用大型送風機、大ンがステージ上手と下手の天井に設置されている。LED による電飾板がステージ上部の端から端まで横長、体状に設置されている。曲目に応じ演出で多用されている。 エレクトロボイス社製の大型スピーカーが設置されている。ロビーは通常の営業時間中は出入り自由であり、公演チケットを所持していないものも入ることができる。ただし混雑が予想される場合には入場規制されることもある。ロビーに設置された液晶モニターでメンバーのプロフィール映像を常自由している。また、壁面にプロジェクターのスクリーンが備え付けられていて、 上演中の公演をリアルタイムで見ることができる。チケットの販売、メンバー宛てのプレゼントやファンレターの受付などを行う。劇場へ通じる通路の壁面にはメンバーの肖像写真が飾られている。2008年6月8日に発生した秋葉原通り魔事件を受け、同年7月1日以降、警察当局の指導により、劇場内へ荷物の持ち込みが不可能となった。 それに伴い、ロビーにコインロッカーが設置され、手荷物はコインロッカーに預けて入場することになった。コインロッカーが満杯になった時と、キャンセル待ち入場者のために、劇場室入口付近で荷物一時預かりも合わせて実施している。料金は両方とも200円である。ロビーは、劇場開設時から2008年末まで 48S カフェというカフェスペースになっていた。 ソフトドリンクやソフトクリームに加えオムライスやピラフなどの軽食が提供されていた。現在この機能は駅前の AKB48 カフェショップが引き継いでいる。ロビーにはグッズ売り場 48S ショップがあり、AKB48 の CD やオリジナルグッズを販売していたが2009年12月8日より開花のドンキホーテ秋葉原店5階に設置された。 AKB48 ショップに段階的に移管され、ロビーでの販売は終了した。ロビーには数台のガチャガチャが設置され、期間を区切って販売されていた。1回300円。当初はメンバーの写真入り缶バッジやシールなどが封入されていたが、その後、当たり券、または外れ券のみが封入されたカプセルが定番となった。外れ券1枚で、 メンバーの写真1枚と交換ができるほか、外れ券100枚で35入場券と引き換えられる特典あった。当たりの例として、番外編として以下のような当たり券もあった。このガチャでは、当たり券封入の不透明性や領収書が発行されないなどの問題が指摘されてきた。ガチャの実施は公式ブログで発表されていた。販売は2009年5月。 当たり県等の特典利用については同年末までにそれぞれ終了した。劇場へ通じる通路の壁面に劇場公演を100回以上観覧した MVP 会員のネームプレートが重複された MVP ボードが掲示されていたが2014年4月に撤去され MVP ボードは公式サイトの一コンテンツになった。ドンキホーテビルの6階を除く 各フロアへ入るにはエスカレーターしかないが、ビルの裏口、秋葉原オックス側には、店舗関係者向けエレベーターがあり、スタッフやメンバーがここから出入りすることがある。かつて、私服のメンバーを一目見たいファンたちが、道路を挟んだオックス側の歩道に待ち構えていたことがあった。メンバーたちが裏口へ入っていく姿を見るために待つ、行為を入り待ちという。逆は、出待ち。 入町と出町には、劇場係員が監視するために立っており、近隣へ迷惑をかけないように、メンバーの名前を呼びかけることを禁止していた。写真撮影も禁止。そのため、入町出町のファンたちは、小さめの声で、メンバーへ、お疲れ様と声をかけていた。しかし、マナーの悪い一部ファン等の行動が原因で、近隣の住民の苦情や苦言が寄せられたために、 2007年8月3日、一行入り町と出町の行為は禁止となっている。コンサートやイベント開催時など不定期に休館する場合がある。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震、東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故による東京電力管内の電力事情悪化により、 同日から3月28日まで全ての公演をキャンセルし臨時休館した。セリやスモークを使用しないとともに照明等の電力消費を最小限にした上で同年3月29日より公演を再開した。9月26日から照明を通常に戻し10月3日の公演からセリの使用も再開した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。